てんだねーす。ということで皆さんこんにちは、福田さんでございます。こんにちは、ちゃーべです。はい、今回ですね、ミュージック TV 第16回目ということでですね、1616といえば16年ぶりにリメイクで発売になりましたファイナルファンタジー3ですね。はい、今回は、はい、8月26日発売の、任天堂 DS 用ソフトファイナルファンタジー3の、アレンジとマニピュレートの担当をされた、川森さんと関戸さん、そして山中さんをゲストに迎えております。はい、まあね、いつもは緊張気味でやるんですけども、今回ホワーっとしました、ね。いや、そうですか。ホワーっとしてるでしょ。いつもです。いつもです。はい。はい。まあまあね、あのね、ファイナルファンタジー3なんですけど、なんと今日はですね、曲を演奏してくれることになります。マジですよ。何も言わないな、あなた。ね、はい、というわけでですね、演奏していただけるということで、はい、早速、こちらの方に行ってみましょう。はい、ね、はい。はい。それでは、レッツゴー、ゴーはい、というわけで皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。本当にお忙しいところ。お願いします。今回は生演奏してくれるんですよね。そうです。かなり準備的なこととかは大変ですね。そうですね。仕事の合間を抜いて、2週間。1、2週間。ちょこちょこやってますね。そうです。何を、今日は歌ってじゃ演奏していただけるんでしょう。今日はですね、ファイナルファンタジー3から、故郷の街ウルという曲を、なるほど、3人で演奏させていただこうかと思います。はい、おおって知らないでしょ。知ってますよ。ウルの街知らないでしょ。知ってます。ちょっと歌ってみてください。いいですよ。はい、じゃあ、いきます。はい、はい、はい、はい。てててて、ててててて、てるてて、てててはい、はい。七ウルだね。これは。七ウルですか、これは。全然違う動く。田中さんは。逆にびっくりした。田中さんは、じゃあ、歌ってみてください。僕は知ってますよ、そんなの。僕自身がファイナルファンタジーだとかありますからね。おっ、言ったら。じゃあちょっと聞いてみたいですね、田中君のルールを。僕のルールは。うん。いいんですか、先にやってしまって。もう全然大丈夫。ぜひ。参考にして、ちょっと、あれに変えるかもしれない。それから、インスパイを受けて、インスパイ。演奏が。ああ、ああ、ああ。ウルーですよね。ああ、割れた、割れた。カメラはどっちですか？あって。あ、こっちで。ウル、ウラヘン、ウル、ウラヘン、いつもウレヘン、ねえ。まあそんな感じで、はい、滑りまくった。なんか今、いや演奏に、あ、なんかいけそうな景色。あ、まじか。いけるいける。うん。もう、すみません、本当に。本当にこんな感じですみたいな。はい、せっかくやっていただけるので、まあ今日だけのユニットということで、ユニット名みたいな。だからね、はい。ではですね、一応、パート紹介が。ああ、はいはいはい、はい。お願いします。はい。まずですね、川森の方がですね、ベースギター。こちら。ベースギターですね。はい。で、私の方が、ギター、アコースティック。アコースティックギター。はい。はい、します。で、メロディーを、はい、ちょっと耳慣れない楽器かもしれないですけど、はいはいはい、あのフレットレスベースという。フレットレスベースっていうのがあるんですか、これは。ギターがあるんですけど、はいはいはい、それを、山中の方で弾きます、はいはい。フレットレスという感じで、はい。で、このベースにちなんで、はい、ユニット名が、ウォル。いいんですか？ウォル。ウォル。そう、ウォル。
あ、ベースのあれですか。ベースのメーカーの名前。あ、メーカーの、あ。いわゆるかけたの。ウルと、ウル、ウォールみたいな。ちなみにフレットレスベースってどういう楽器なんですか。ですね、フレットはない楽器です。でしょ。はい。おー。おー。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、ウォルによります故郷の町ウルです。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よかったですね。ありがとうございます。それでは最後に一人ずつ、一言ずつお願いします。お願いします。ドッキゲームもサントラも、楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。演奏の方もすごく楽しかったです。ゲーム本編の方も楽しくて、で、実用感のある感じになっていると思いますので、ぜひゲームの方も楽しんでみてください。よろしくお願いします。ゲームを楽しんでください。ありがとうございます。はい。すごい素敵なメッセージを。ハンカミでございましたよ。そうでも。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、よかった。はい。ね。よかったです。素晴らしかったなー。はい。何びっくりでしたか。100びっくりぐらい。100びっくり。はい。いや、満点取ってる。はい。そのぐらい、時も。見てた。日本語もおぼつかなくて、ておりますはい、すいません。次回しっかり行きましょう。はい。また、はい。はい。というわけでまた次回お会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。シンプル新婦情報。はい。というわけでですね、今回も新婦が出ております。今回出ていただいたお三方が担当しております。ファイナルファンタジー3オリジナルサンドトラックの方が9月20日に発売となっております。なんと、ブラックメイジーズのメイジバージョン。ジークのアレンジバージョンや、はい、ボーナストラック DVD の特典もついておりますので、これはいいね、うん、そして今回は同じく9月20日発売されます、フロントミッションオンラインオリジナルサウンドトラックが発売になります。こちらの方もぜひぜひお買い求めください。はい。ダメでしたね。すいませんでした。お。そして田中さんは何枚買うんですか。僕は32枚。はい、買います。はい。開発の時に途中で買っていただいたりとか。そうか。でも鶴の曲を町の鶴の町の曲知らなかったじゃないですか。
いらねえよ。ご機嫌かよ。